一日長いことになりそうですが楽しみです。 AAO。20年も経ったのかっていう感じもするし、20年しか経ってないのかっていう感じもしますし、本当に多くの経験させてもらったなって。おはようございます。今日は取材デーです。朝から今テレビ局でメイクしてスタンバイして、それからテレビに収録です。お気に入りの美容グッズみたいなのはありますか？リファのやつよく使うんです。本番前とかここほぐすので、私が使ってるっていうと周りの人みんな買うんですよ。妙な説得力があるみたいな。はいはいはい、お願いします。こんにちは、ソニーです。その時にお祝いできなかったのが本当に心残りで、そういう意味も含めて、そしていつも気にかけてくださってありがとうという気持ちも込めて。そうなんですね。マジでこの都合しろよ。私のついてるのに新しくなったら嬉しい。そうですよね。お店がついて。そうですよね。これも可愛いね。ちょっと声だね。でもそれかな。入り口のあれですか。本当はね、私これが良かったんですよ。これをやってる忍さんが見たかった。これはこの色だけですか。あります。赤が。赤も。入り口にある。はい、あれが。じゃあ好きかも。かわいい。やっとこれですよね。喜ぶ。これは絶対。実はこれ、ここが結構ここに食いしばりがあったりすると引っかかってしまうんですけど、なんですけど、私見ると私もブラックを開けちゃう。すごい。2つ付いてるんで。こちらで。これにします。これから会社に。たくさんの取材を受けます。収録どうでした？収録楽しかったです。普通に人にプレゼントを贈るって普段もそうですけどすごいワクワクするし、自分が単純にもう美容グッズたくさん見れてすごい楽しくって、本当楽しそうですね。大好きですから美容グッズ。今日のメニューは何ですか？いや、ちょっとまだ決まってないです。ありすぎて困るの選択肢が。ほんとこの近辺のビーガン充実してる。この転勤っていうんですか、このスライドするやつ、ここでやるやつ、それが私慣れてない。あ、そうです、そうです、私キーボード打ちなんですよ。ペンキでやります。やります。便利ですか？逆に横の方がちっちゃいからかなんか打ちづらい気がします。もう私両手でカーッて打っちゃうんです。さすが、ローマ字打ちです。普通にパソコンみたいなことですよね。そうこれ何がビーガンなのか分かんないな。あ、ドリンクもつくんだ。備考欄にビーガンですって書いてあるから。確かに、あ、天気あ、できた。これです、これこれこれ、これが打ちやすいんですよ。おはようございます。お願いします。そういった意味ではもう全てが教えてもらって、つんくさんにもそうですし、社長にもそうですし、ライブをするのはもう絶対ライブしようっていう話はもう前々からこう練っていましたけど、私が頑張ってるから頑張ろうっていう気持ちになれるような存在、先輩だったり存在になれたりとか、それぐらいの大人になっていきたいって思っているので、
そうね。すいません、ありがとうございました。これ本当にしか撮れないから、ちょっと写真撮っていいですか、これ。はい。これ酢。すごい、見てください、これ酢。あすごい、すごい、あすごい、バカンスみたいだよ、超バカンスみたい、これすごい、すごい、応用してないよね。そう、確定ではないので何とも言いづらい、まだ今準備中で、そのライブに関して、基本あの持ち歌をふんだんに入れる予定なんですけど、いつ共演するんだ私たちはっていつもやってて、ね、だから、まあ、ある意味初共演、初デュエット、初デュエット、はい、はい、初めてです、ね、舞台上で一緒になるの。はい、OK です。大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。一日お疲れ様でした。以上。喋った。喋り喋り倒したわ。一日目ですから。一日目ですね。まだ長い日があるそうです。来週また取材日があるので。はい。はい、まあ、ではありがたいことですね。ありがとうございます皆さん。実はお疲れ様でした。こんばんは、ソニンです。よろしくお願いします。お願いします。初めてです。ラジオのリモート。打ち合わせで決めたんですけど、どうしましょうかね。だから、あなる方、ぜひいらしてください。以上、ソニーでした。あ、2秒こぼれ。ってことは、あ、でも40秒だね。あ、40秒ですよ。じゃあ、これ言えるんじゃない？多分言えますね、これ。まあ、わかるか。私の役のって言わなくてもいいかな。これまでのソニーを振り返られる持ち曲やミュージカルの楽曲を、これ消してですね、はい、まあ、10月14日、10月18日、デビュー日となる曲、またまたのが綺麗か、はい、東京 FM をお聴きの皆さん、ソニーです。はい、お願いします。行きます。素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。バッチリです。素敵です。おめでとうございます。まさに言葉通り想像もつかない、うんうんうん、かったです、うんうんうん、セリフなんて覚えれるのみたいな本当に、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のファッションポイントは、今日のファッションポイントはちょっと派手めに、結構演劇系の雑誌が多かったりしたので、媒体が多かったりしたので、ちょっと派手なやってみました。あれさで、もうちょっとこうお祝い感みたいなのができればなと思って、いろいろちょっと今寝ます。鏡が、あ、鏡あるよ。え、自分で撮れてますね。え、どういうこと？鏡が、あー、本当だ、すごい、わかんないけど、あ、でもない、うん、撮れてる、撮れてる、あ、選べるんですか？そうそうそう、選んでプリントする、そう、だからなんか賢い、ごめんなさい。じゃあ、じゃあ、何これ、いいんじゃない？いいんじゃない？一回試しでね。で、その間ちょっと、そうすごいなぁ。歌を出さないチェキ。はい、じゃあ、ここまで。はい。なんかセピアっぽい色になるの？これいいっす。なんか別のとこ見て。今日ソニーさんのために今日買ってきました。嘘じゃあ最新。今日初めて、今日初めてですから。だからこのフィルムついてる。そう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 。最新チェキ。これかな？うん。転換と。綺麗に撮れてますよね、初めて。
見ましたけど。すごく綺麗って感じ。うん、これどうします？ああ、よかったら。あ、持って帰る。じゃあ持って帰る。自分で。ありがとうございました。こっちしゃっか。どういとこ？何も言わずに。そう。誰かが撮ってたら。取材は結構、はい、脳を使いますね。こういうこと伝えたらどういう記事に、みんな喜んでくれる記事になるかなって思いながら、意外と頭を使うんです。前回は音楽的なことが多かったと思うけど、確かに確かに、今日はすごい演劇についてが。そうですね、演劇雑誌さんが多かったので、やっぱりね、ライターさんも目が違うんですよね。前半は割とでも昔の私を知ってるのかなっていう、つくさんの楽曲興奮しますねみたいな、あの時をみたいな感じ の昔を結構知ってらっしゃる方とか、音楽の方、最近の私を知ってる方は新鮮です、聞いてましたけどみたいな感じの人もいるし、改めて今20周年いろんな顔を見てもらえてたんだなっていう、喋りながらね、私も喋りながらここ振り返るとか思い出したりとかする、実感したりとか。なので CD 発売とライブがより楽しみになりました。皆さんいろいろネット記事とか雑誌とかチェックしてください。お疲れ様でした。